ハロー YouTube にーはおようこはりんちです。今日もですね、日中をまたにかけた、明日の予定が立てれないバイリンガルの僕がですね、皆様に中間ニュースをお届けしようと思います。僕ね、お金とかはね結構計画性あるんですけどもね、結構ね自分でスケジュールをコントロールするのが、ものすごく、苦手なんですよね。だいたい仕事関係はまとめてバーってやれちゃうものが多いんで、あんまりねちょっとなんか、時間とか関係ないやつがね多いんでね、まあそういうのをコントロールするのが苦手ですね。はい、今日の中国語なんですけども、人民ということで、このですね人民っていうのはね市民のことですね。中国語で、人民っていうんですけども、はい、それではね今日の、1個目ね動画でも、見ていきましょうかね。1本目の動画ね、こちらですね。はい、これね上海市の、お偉いさんなんですけども、こうストリートのお偉いさんか、この人がですね多分、霊の病気関係の、コントロールでね揉めてるんでしょうけども、その過程でね、その話している相手をですね県民とは、呼んでしまったということで、これはねどういうことなんだっていう話になってるんですけども、まあね非常に本音で話し合える、なんていうのそのお偉いさんということで、まあいいのではないでしょうかと、思ったことをはっきり言うというのはまあねなかなかできることではないと思うのでね、もうこう県民って呼んだってことは、一応ねその表現の差はあれ、とりあえず大事にするよという意思があるということで、ということでね適当に、スルーすれば良いのでは、ないでしょうか。はい、それでは、ね、引き続きいくんですけども、これはね雲南省のルイリ、っていうとこなんですけども、とあるね、なんていうの英治がですね生まれてからすで、にね74回も検査を受けているということで、これはねどうなのかな、普通に考えたらなんか結構狂っている、っていう感想をね持つんですけどもね、そのご当地の人に言わせりゃねこれでね正常なんでしょうね。はい、それではですね上海に戻ってですねなんていうのかな、まず1個目ですね、オミクロンあるじゃないですか。でこの新聞ね ワンイーっていうね中国のポータルサイトに出てくるんですけども、オミクロンが最終的に、無条件に上海から撤退することに、同意したと、そういうふうに、ね、書いてるんですよね。これは、ね、何を意味してるかっていうと、要は、ね結局病気の対策っていうのが政治的なものだと、そういったことを、ね、言いたいのでこういうふうに、ね、揶揄してるんですよね。はい、その次行きましょうね。その次のね、これはね画像なんですけども、PCR 検査あるじゃないですか。上海、そのものはね開放されたと、いうことにねなっているんですけども、なんていうのかな。それでもね外に出るのはね一応ね自由なんですよね。外に出ることは自分のねその団地からね外に出て散歩することは自由だと、それでね上海の市のね政府のねお偉いさんもですねはっきりと自分の住んでいる団地にね帰るのに PCR は入れないと、体温の検査だけね皆さんぜひ協力してくださいねと、そういうふうに、ね、言ってるんですけども、結局のところ仕事に行ったりとかなんていうのかな、そのスーパーに入ったりとかデパートに入ったりするのに、72時間以内の PCR の、ね、結果が必要だということで、
まあ、それでね、まあ、このいろんなあの画像とかね、動画とか、まあ、僕ねツイッターの方に出してるんで、ぜひね、ツイッターの方皆さんね登録してほしいんですけども、まあね、この画像によるとですね、2時間並ばされて、要はね、検査キットがなくなったということで、まあ、それでね、ブチ切れて、ひっくり返したと。まあ、だからどっかの、ほら、まあ、要はそのまあ、デパートとかに、ね、入ろうと思った場合、とりあえず3日に1回2時間ぐらい並んで PCR 検査を受けて、まあ、その結果が出てからしかデパートには、ね、入れないと、いうことでですね、なんつうのかな、まあ、それでこういうふうにぶち切れる人もね、たくさん出てきてるわけなんですよね。はい、その次のね、この動画、見ていきましょうか。はい、まあ、これをちょっと見たらわかると思うんですけども、まあ、これはですね、デパートからダッシュでね、逃げているところなんですね。で、このデパートがね、どこかっていうと、ね、ウォジンっていう場所なんですけども、IFC だったかな、ね、まあ、アルファベットで IFC だったと思うんですけども、ね、歩道に、ね、このゴジンっていう場所があって、まあ、どんな場所かっていうとね、まあ、たくさんの、ね、ブランド物の、店舗とか入ってる、まあ、巨大なね、なんていうの、ショッピングモールなんですけどもね、まあ、歩道側の人のなんか唯一の地盤みたいな感じで、まあ、一般的にプーシーって呼ばれている、まあ、西側の方がね、遊ぶところね、たくさんあるんですよ。で、プートンっていうね、東側をですね、なんかね、あんまりね、遊ぶとこないみたいな感じなんですけども、唯一その歩道の人が、まあ、歩道の女の子かな、歩道の女子が自慢するのがこのゴチンなんですよ。で、今日こう家に行ったからつってこう写真撮ったりとかね、まあまあそのブランドも眺めたりとかね、まあ、してね、まあ、お金がある子はね、買って帰るんでしょうけども、して帰る場所なんですけど、まあまあ、要はね、上海で歩道の中の金融街で、まあ、一番のね、そのショッピングモールっていうことなんですけども、まあ、そこでね、ああやっと解放されたって思ってフラフラしてたらね、突然なんかどっかで陽性が出たということで、このようにね、ダッシュで逃げてるんですよね、かわいそうにね。ということで、なんていうのかな、結局ね、結論としては、最終的にはね、このゴジンはですね、IFC はですね、なんていうのかな、封鎖しますって出てから、どのぐらいかな、多分、おそらく数時間で、全体の消毒が終わりました、再開しますって、そういうふうな告知が出たと思うんですけども、まあ、結局ね、なんつうかな、まあ、3月のあの状態に戻っただけっていう話なんですよね、上海ね。まあ、だからとりあえず外は自由に歩き回れはするんだけども、なんていうのかな、まあ、そのデパートに入るのに、PCR の、3日以内のね、PCR の検査がいると、まあ、それでね、まあ、やっぱり不便なんですよね。で、中にはね、ほら、仕事をするためになんか、一部ね、僕の業界で、まあまあ、映画のね、撮影とかしてるんですけども、どうやってるかっていうと、もう本当にPCR の、人たち、まあまあ、その白衛兵がね、ついてきてるんですって、その撮影チームに。で、それで毎日PCR をやるんですって。まあ、どうやるかっていうと、なんていうのかな、まあ、要は空いてる時間にやっていくんですよね。そしたらね、そのなんていうの、その72時間っていうね、そのさ、なんていうの、ローテーションをね、うまく維持できるということで、途切れることなくずっとね、みんながね、仕事し続けることが、できるっていうのは、その確実にできるっていうのは、その PCR をね、毎日やることだと、まあ、そういうふうに、ね、彼はね、僕の知り合いはね、言ってたんですけども、まあね、利用性出ないといいよねと、まあね、そう思いながらね、ちょっとまあメッセージね、見てましたね。まあ、なんつうのかな、まあ、大変まだまだ上海ね、
まあ、上海および、まあ、他の場所もそうですけども、まだまだ大変な状態続きそうですね。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。